僕の場合は、まあ、左人差し指がやっぱ移動だし、あと ABS の時だけだけど、まあ、SR とか DMR はこの左射撃ボタンで打ってます。普段はこっちの、こっちの方が分かりやすい、なんだっけ、 3D タップでエイムと射撃を同時にしてますね。で、左手の人差し指はしゃがみと、おっと、アクセスガイド、しゃがみと伏せで、右手がメインウェポンとサブウェポンの切り替え、あと輪標準がオンなんで、軽く押して輪標準を除いて、ここから強く押すと打てる感じで、リロードも右親指で、リュック開くのも右親指、そう、右親指めっちゃ多いかな。あとポインター、マッチュジャロケーションもは人差し指かな、右人差し指、まあ、あんま使わないけど、このスコープの変更も人差し指だし、クイックチャットも人差し指、 ADS も人差し指、ジャンプも人差し指かな。あと忘れてたけど、あの手榴弾、手榴弾の選択は左親指、回復も左親指で、まあ、あの 3D タップと ADS ジジャイロを入れてるので、まあ移動しながらしゃがんだりとか、まあ、伏せたりとか、まあ伏せはね、親指使っちゃうことの方が多いんだけど、まあ伏せながら移動するってことがないので、別にここ離しちゃってもいいし、ただしゃがみの時は、まあ、しゃがみながらね、こうやって移動することがあるので、しっかり指の役割を分けておいてますかね。だから一番理想にしている、移動して敵を見つけた、しゃがむ、覗く、打つがスムーズできるように、4本指をフル活用できるように射撃を、まああんまり実践できてないんだけど、一応できるようにはなってるし、まあ移動しながら、ジャンプしながら、このエイムを合わせて打ったりとか、よくね、ADS ボタンとジャンプボタン押し間違えちゃうんだけど、もうちょっと考えるんだけど、してるかな。で、普段ね、こうやってドットサイトなどで打つときは、まあ指で、指と、まあたまに反動がきついときは、ジャイロも使って、こうやってコントロールしてるんですけど、スナイパーライフルとか DMR はもうジャイロで、ジャイロの、ほぼジャイロのみですね。ジャイロのみで合わせてもう打ってますね。こんな感じです。ありがとう。はい。